はい、こんばんは、文具王です。文具王の文具深夜便。本日はね、って言ってももう昨日になりましたけれども、リモート文具ジャムご視聴いただいた皆様ありがとうございました。そうでない皆様もまだ追っかけで再生できますので、ぜひぜひ見てくださいという話なんですけれども、そうですね、今回のイベントに関しては、ちょっと後半はね、システムの話とかもなりますけれども、今回イベントね、まずはね、リアルイベントができなかったのでリモートでっていうことで開催したんですけれども、良かった面悪かった面両方あったと思います。やっぱりリアルでやりたかったっていうところはやっぱりね未だにあるんですけれども、それでもね、いつもだったら東京まで出てくるのが難しいんですけどもって言っている方がですね、やっぱりね地方からでも見ることができたんで初めて参加できましたみたいな方の意見もいただいて、それはそれで嬉しいなと思いましたっていうところがあったので、よしあしいろいろあるなとは思ったんですけれども、今回はね全体の話でいくと、いつもね3時間ぶっ通しみたいな文具の話をするんですけども、いつもだと2時間が新商品とか、話題の文房具の話 ISOT を中心にその話をして、あとの1時間を30分ずつでですねタコさんと僕で2人で分けるということでですね、タコさんの方はいろいろやってるんですけども、最近はぶらりタコ歩きっていうのが定番になりつつあってですね、いろんなお店をタコさんがぶらりと、見に行ってですね、行ってきたお店の報告をするんですけど、これがまたなかなか味わい深くて面白いっていうコーナーがあるのと、あともう一個ね文具王の方に関して言うとですね、最近はね YouTube やるようになりましたけれども、基本的にはですね研究発表の場としていつも何かしらやっぱりちょっと小難しい話をするっていうねところとしてやってるんですね。なんで30分に詰めに詰めてちょっといろんな研究をしたことをやるぞっていうのをやってるんで、その2本だったんですけども、今回はコロナの影響でねいろんなメーカーの取材とかがやっぱ滞ったんですよ。今年はしょうがない。で展示会とかがそもそも開催されなかったり、開催されても入場が制限されてたりとかして、なかなかやっぱりねできなかった。 ISOT もやっぱりね出展者がガクンって減っててですね、激減していてですね、やっぱり一度に文房具の情報を集めるっていうのがなかなか難しいっていうのが今年の状況でした。なのでその分1時間半に文房具の最新情報的なところを縮めて、それでも長いんですけどもね、そっちを縮めてですね、残り1時間半をですね、木立さんにあと30分入ってもらおうということで、木立さんに色分のコンテンツをやってもらおうというのが今回のお話でした。で、ご存知の方はいると思いますけれども、木立さんって本当に色物文具のね、ネタいっぱい持ってるので、いつもだったらですね、色物文具は独立して別のイベントでということで、なかなかこの文具ジャムの方ではね、木立さんはその話をしてなかったんですけれども、今回参戦してもらってなかなか面白い話がね、やっぱさすがだなと思うんですけれども、へんてこりんな文房具を山ほど持ってますわっていう感じはしますね。で、そのお話でしょ、で、タコさんの話でしょ、それからあと僕に関しては、今回はかなりヤバめの話をしていますというか、ホッチキスにまつわるいろんな話をしたんですけれどもね、本当にホッチキスっていう名前からですねに、ホッチキスの発明者が誰なのかとかですね、いろんな話なんですけれども、なんでこんな話になったかっていったら、文房具用語の文房具語辞典っていうのを作ったわけですけれども、本を作るにあたっていろいろ調べていると、何ですかね、本当かと思っていろいろ調べていくとですね、なかなかいろいろと疑わしいことだったりとか、メーカーがうやむやにしてごまかしているところの裏側が見えてきたりとかするので、そういうところをちゃんと表示しましょうっていうか、ちゃんと調べましょうって言って調べたら結構面白い話になりましたというところですね。なので実はですね、皆さんが、これまで知っているホッチキスに関する、よく雑学の本とかに載ってることは、実は、ほぼほぼ、間違ってるぞというね、いう話についてちょっと、語っておりますということでですね、ちょいヤバめな話かな。ヤバめというかですね、みんなね、知識の根っこを掘り返すみたいな話なんですけれども、なのでこれはね割と中身としては僕的にはかなりエキサイティングな話になったなというふうに思っています。なので、よかったら聞いてくださいという話ですね。っていうのが、一方でありましてなんですけれども、さて今回の本題というか、今日の深夜便で何が言いたかったかっていったら、愚痴みたいなもんなんですけれども、何かというと、やっぱ難しかったねっていうことなんですよ。で、いろいろやってみてはいるんですけども、リアルなイベントに関して言うと、今回14回目が、リモートなんですけど、13回、実際にやってきた部分があってですね、リアルなイベントに関してはもうね、10年以上それをやってきているし、毎回少しずつですね、ノウハウが蓄積されているので、僕らもですね、どうやって皆さんに楽しんでもらうかっていうのの、ノウハウが、あるわけですよね。なのである程度安心もできるし、自分たちとしても自信を持ってやれるんですけれども、やっぱね、突然このリモートになったところでですね、やってみたらいろいろと難しい。で、そのいろいろ難しい理由の半分は僕らにもあると思うんですね。それはなんだろうな、そのリモートっていうところの間合いに慣れていなかったりとか、無観客っていう状況ですよね。観客の皆さん、しかもだって僕ら3人がバラバラの場所でやってますから、そういう意味でもですね、無観客だし、同じ演者同士もバラバラっていう状況で行っているので、なかなかやっぱりね、タイミング取りにくかったり、リアクションが分かんなかったりするんですよね。で、皆さんが書いていただいているタイムラインの、コメントも、実は、木立さんがちょっと表示してたのかな。僕らは全然見れてなくて、だから終わってから見たんですけれども、その表示が見れてませんでしたっていうのがあるし、ね、だから、みんなからどんなリアクションがあるのか分からずに突っ走るしかないんですよね。なんなら画面が見えてるかどうかも分かんなくて、見えてるみたいな感じでやっているっていうですね、実に、なんかね、やっぱりリアクション、喋ったことに対するリアクションって結構ね、喋る上ではすごい大事な情報なんだななんて思ったりもしましたっていうところが一つなんですけれども、残り半分はね、この今のね、放送方式というか、今みんながやっている、ライブイベントをこうやってインターネット上でなんとかしようってやってるのって、実は結構いろんな問題があるんですという話ですね。で、それはもう仕組みの問題とかがまだ整備されてないもあるし、いろんなことがあるんですけれども、なんかね、俺的にはすごいね、21世紀とか2020年っていうのはこんな時代なんだっけっていうがっかり感がやっぱ強くてですね、2020年にもなってですね、できていることって言えばですね、なんでしょうね。複数の人間でテレビ電話をやっているだけなんですよ。やれてることって。で、それ以上のエンターテインメントみたいなのをちゃんとやろうと思うと、もちろんね、すごいスタジオを持ってる人とかは別ですよ。なんですけれども、個人が発信できるとか言い出してから随分経っているにもかかわらず、本当にエンターテインメントとしてちょっとやろうとしてる。だからなんですかね。何十人っていうスタッフを使って、こう、なんていうのかな、イベントを作っていくなら別なんですけれども、ね、あと機材が、ものすごい費用のかかる機材とかを使っていくんだったら別でしょうけれども、今僕らがやってるみたいな、パソコン、といっても僕が持ってるパソコンって結構高性能なやつを持ってるわけですけど、パソコンとか、スマートフォンとかを、あとウェブカメラみたいなものを使って、エンターテインメントをやろうと思うとですね、これがめちゃくちゃ難しいですね。全然なんていうのかな、会議とかにしたって、一応わかるけど、なんか美しく見せるみたいなところにはもう程遠いっていう今状況なんですね。だから世の中が本当に、なんでしょうな、こんなもので満足しているのかって思うし、なんかね、やると難しいということが分かってきてっていうね。だから今ね、それこそちょっとこの間からアバターの話で出てきてたところで、ちょっとあれなんですけど、僕は、皮肉っぽいことを言って、いろいろとね、あれなんですけれども、なんかね、Facebook のアバターっていうのが、その後は、ね、3D 空間を作るためのもので、3D の、ね、それこそオキュラスみたいな、メガネをかけたりとかすると、空間上にですね、バーチャルな、VR の世界の中でみんながコミュニティを作れたりとか、そういうところでですね、会えるみたいな、ところ、まあ、実際にもうすでにいろんな、ことがやられているし、そういう世界は広がっているわけですけれども、ただね、なんか、そういう、なんか、こう、未来っぽい話っていうのは、もう過去から何回も何回も出てるんですけれども、結果的に、そんなののもん、それってね、なんかね、やっぱり、そこの物珍しさでごまかされてる部分がすごくあって、実は僕らが必要な、なんて、だって僕がやりたいことって、単にスライド芸やりたいだけなんですよ。スライドを見せながら自分も見せて、で、面白いお話をしたいっていう、すげえ簡単じゃないですか。やってること自体は。その、たったそれだけのことをやろうとしているのができていないのに、何が 3D だってちょっと思ったりもするんですね。僕が伝えたいことを伝えたい精度で、その、ただの平面の画面が伝わっていないっていうところで、3D とか、なんか、バーチャルとか、なんかそこで触覚だとかっていう話なんていうのも、本当になんかね、本当に来るのそんな未来はっていうふうにちょっと今思いつつありますということでですね。まあ、何がやりたかったかって話なんですよ。で、そもそもね、やりたかったことをですね、一番やれたらよかったの、今回の本当にやれたらよかったのは、こう画面があります。みんなが見ている画面があって、例えばここに、まあ、3人いますよと、木立さん、タコさんと文具王と3人いますよというところで、まあ、この並びとかはいいんですけども、こういう風な画面で、ここのところになんか文房具が出てきますよと。で、文房具について僕らが語っていますよと。こんなです。で、この絵はもうね、最初から作って用意してありますっていうスライドを見せますよっていうところに、3人僕らが出てきて、YのU っていうだけの話なんですよ。たったこれだけが、まず今のシステムでは、3人別々にログインしているこの3人が、この同じ画面に出てきて、でしかも画面をこうやって囲って喋るっていうのができません。できるシステムがないですっていう状況です。これいつものイベントだったらでっかいスクリーン置いといてプロジェクターで映します。で、その前に僕らが座って喋りますで実現できていることです。なんですけれどもそれがまずできていないと。じゃできないからどうするかっていうことなんですけれども、まあせめて自分が喋ってる時にはこれをやりたかったんですね。こうやって画面がありますよと。こう画面があって、自分がいて、で、ここを、画面があってですね、まあね、講義をしているスタイルを作りたかったわけですね。これがやりたかったんですよ。っていうことなんですけれども、これがまず、ほとんど今できる状況になってないんですね。で、これが唯一できるところが、うんふんっていうアプリがあるんですね。で、このアプリを使うと、ここの画面、ここに表示する画面ですね、と、ここの人っていうのを別々に取り込んだものを1個に合成して出すことができます。で、これをあたかもカメラ情報かのように出すことができるので、今回の場合だと、ここにズームがかまされています。ズームがあります。で、ズームの入力として、カメラ入力の代わりとして出てくるので、ここに自分の、本来なら自分の、本人だけが映るようなとこなんですけども、そこに、この画面が入ってきますよ、ということで、まあ、この画面がそのまま入ってきますよ、と。ということで、ズームの中に取り込みます。で、ここに、他の参加者がここにいるんだよね。っていう状態です。で、これを外に出します。で、ここをツイキャスが受けます。で、ツイキャスが受けて、ツイキャスが皆さんに、配信しています。いうことなんですね。なんで、ツイキャスのところにはみんなのコメントが入って、ここに画面がありますよ、ということですね。で、ここに、この画面が入ってきますよ、と。いうことができるようになってるんですけど、だから、今やろうとしてるのは、こんななんですよね。で、ここの自分っていうのは、これはインカメラで撮ってますよと、PC のインカメラから入ってきますよということで、まあそれはそれでいいんですけども、実はうんふんっていうのは、カメラを2つ取り込む能力がないので、今ここのところにあるこの絵は、一枚絵みたいなのは取り込めるんですけど、そうじゃなければウィンドウを取り込むしかないんですよね。だどっかに開いてるウィンドウを取り込むことができるんで、それなんですけども、じゃあそうするとここにはウィンドウが開いてないといけないんですよね。で、これがウィンドウですね。で、開かれてるウィンドウをここに持ってくるっていうことなので、ウィンドウの中に表示されてるものはそのままこっちに表示されるんですけども、で、僕らがやりたいのはここに例えばキーノートを入れたいんですよね。これやりたかったのはキーノートとかやりたかったんですよ。まあ、キーノートっていうのは、まあ、あれですね。パワーポイントでもいいんですけども、パワーポイントとかキーノートっていうのをやりたい。パワポ芸をやりたいんですね。じゃあ、パワポの画面が、で、ここにダイレクトにパワポが入るかって言ったら入らないんです。一回パワポを開いた画面を引くしかないんですよね。そうすると、パワポでもキーノートでもそうなんですけれども、実は、これが、くせ者で、実は、元々のキーノートとかパワポってどんな風にしてたかっていうと、ここに、例えばこうなっていて、今映っているのがこれっていう画面があってですね、これを、プロジェクターで映写します。で、プロジェクターに、ここに、まあ、ここに人がいます。で、リアルな空間ですけども、ここに映っています。実は、キーノートっていうのは、そのままプロジェクターに、取り出すときっていうのは、ですね、この発表者画面っていうのがあるんですよ、ここに。発表者画面っていうのがあって、これがめちゃくちゃ便利なんですね。画面っていうのがあります。で、これは何が映ってるかっていうと、今映ってる画面と次の画面が用意されてますよと。で、あと、ここで何を言うべきかとか、残り時間とかっていうのが表示されている。要は喋るための、ここはね、コックピットみたいな状態なんです。で、これをプロジェクターにつないであげると、ここのところに、この、今映ってるやつがここに映っていますようなので、僕はこの画面を見ながら、今映ってるのを見ながら、次にどの画面が来るのか分かっていて、で、いいタイミングでこう、ページを送ることができるので、これね、戦略的に話すためには結構重要なパーツなんですね。もちろん全てのスライドを暗記していればできることではあるんですけれども、まあね、何百枚も僕スライド使うんで、それはちょっと難しいっていう時に、これさえあれば、話をしながら次の話は何かなってできるし、あとここで実は、スライドを飛ばすのもできるんですよ。だから、この話もうちょっと時間間に合わないなと思ったら、丸ごと何ページか飛ばすってことがここだとできるんですけども。で、こういう、で、みんなが見てるのは今僕が見せたい画面だけをここに見せるっていうのができます。っていうことなんですけども、実はこの画面が一切使えなくなるんですよ。この画面が一切使えなくなります。で、この画面だけが、ここに表示されます。ウィンドウで表示っていうのがあるんですけど、キーノートをウィンドウで再生っていうのがあります。ウィンドウ再生っていうのがあるね。まあ、要するに、外付けのモニターっていうのがないと、モニターとかプロジェクターっていうのがないと、そこに表示するっていう機能しかないもんですから、プロジェクターとかにもうここの画面を全振りで出すっていう能力はあるんですけれども、それができないとなると、もう画面全部こっちにしてしまうっていうのはできるんですね。そうすると、これは見れるけど、こっちの発表者画面っていうのが表示できないんですよ。できたら、ウィンドウを2個開いてくれて、片方のウィンドウに自分の画面で、この発表者画面。で、もう片方のウィンドウにこっちの発表画面を出してくれれば、これができるんですけど、ただ、今の状態だとウィンドウで再生しかできないんですよね。なので、それでやると、要は、次の画面が何が出てくるかわからないっていう状況で喋らなきゃいけなくなります。それが今回です。なので、今日の発表を見ていてですね、いつもに比べてテンポの面で次の画面が一瞬把握できてなくて遅れる時がある。次の画面を見てから、あ、こうでしたっていう風な喋り方になってしまうところがちょっとできてしまうんですね。これが問題です。なので、実はあんまりちょっと良くないっていうとこですね。これが1個の問題。じゃあ、そうではなくて、この発表者画面を見ながらやりたいっていう時には、じゃあどうするかっていうと、もう1個やり方があって、こっちにパソコンを開きます。で、PC があります。で、外付けのサブモニターをつなぎます。これはサブモニター。で、1番と2番っていう風にして、この2番の画面を、ズームに取り込むことができますよと。これは、よく皆さんがやっている、画面共有ってやつなんですよ。ズームの画面共有っていうのがあります。で、これを使うと、このサブモニター2番の画面を共有しますよっていうのができるんですね。こっから。っていうのができます。これを使ってあげると、サブモニターの方に今、この、星が映ってますよと。で、こっちに、これが今の画面ですよ、次の画面ですよ、みたいになってるやつを見ながら、こっちにこうやって出すことができます。これが、今回でいうところの、ISOT 編ですね。は、こっちを使ってます。で、文具王のコラムはこっちです。の、文具王の、コンテンツですね。です。なんでそうなったかというと、文具王のコンテンツは作り込まれていて、飛ばすことなく最後までスライドを使うことが分かっているので、これができるんですけども、ISOT 編に関して言うと、ISOT 編っていうか新商品ですね。新商品編っていうのは、これに関して言うと、スライドの枚数がすごく多いので、話の流れによったら、ここ端折りたいっていうのが出てきます。で、その端折るっていうのをやろうと思うと、ここに、このどうしても発表者のスクリーンが必要なんですね。なので、こっちが新紹介編です。だから今回、同じような画面を見せてるんですけれども、両方のやり方をやってます。で、こっからツイキャスですね。ここ一緒です。出してます。っていう状態です。で、なんで、ここの何が違うかっていうと、これです。自分が映るか映らないかなんですね。で、新商品編は3人で喋ってるから、もうどうせ3人入れるのはできないから、まあいいやって思ってこうなってるんだけど、文豪のコンテンツの時には自分を入れて使いたかった。だから、使いたかったんですよね。で、これを使いたかったから、キーノートを Windows で再生したものをここに取り込んで、さらに自分が入っていて、それを Zoom に持ってって、ツイキャスに持ってって皆さんに配信するというような手順をとってます。やっぱね、重ねれば重ねるほど、やっぱり処理時間っていうのがかかってくるし、処理にね、いろんな、無駄な処理がかかってくるし、いろいろとですね、トラブルの原因になることっていうのは増えてくるんで、本当はやりたくないんですけれども、こんなやり方を使っていますよというのが、今回のあれなんですね。で、僕としてはね、ズームっていうものが、みんな便利だ便利だとか言ってるけど、結局見れてるものって自分の画面か、なんかこの今開いてるウィンドウのどれかを開いて見せるとかしかなくって。で、いわゆるプレゼンテーションの時に演者の人と画面が両方見えることによって相乗効果で、わかりやすくなるとか面白くなるっていうことを、まず想定すらしてないんですよ、ズームっていうのが。だからこれは本当になんかテレワークっていうかもう本当にあれなんですよね。やれてることはせいぜい、テレビ電話をみんなでやっています。で、みんなが持ち寄った書類をみんなで見るときはみんなの顔は見えませんと画面だけ見ましょうっていう、これは会議の中でも、だって会議でもよ、だってすごいよくできたビジネスマンが客先のところでプレゼンをして大きな商談を勝ち取ろうみたいな時にですよ、その人の喋り方とか、その人の表情とか、身振り手振りみたいなものも含めてプレゼンテーションを組み立てるはずなんですよ。それを見せる術がズームには花からないんですよね。だからズーム会議とか、ズームの僕、だから今年、あれですよね。文具メーカーの文具の、新商品発表みたいなのを各メーカーがやってるのとか見たけど、見れたもんじゃないですよ、正直。こんな言い方をすると、いや、みんな頑張ってんだよ。みんな頑張ってるけど、ズーム使ってる時点で、表現ができないんだもんだっていう、しんどいよね。だからなんか商品を見せるときに、なんかこうやって手にやって、こうやって見えますかねみたいなことを画面の中でやってたりするわけですよ。でも綺麗な画面に切り替えるには、ちょっと待ってくださいねって言って、なんか画面に切り替えるときは、なんか画面共有にするんで、ちょっと待ってくださいねって画面共有して、で、その間はその人の顔は出てこなくてみたいな。で、もう一回戻そうと思ったら戻しますねって言って、またしばらくかかるみたいな。もうそういうのがまあダサダサでやっぱりそういう風にして誰かに何かその効果的にプレゼンテーションをするっていうツールでは全然ない。で、そこが嫌だっていうところで、は、まあそのね、作られてるわけですけれども、でもやっぱこれはカメラをハックして自分の写真を入れるっていうことなんで、これね、また一個問題があって、この画面を、っていうのが自分の画面と一緒で、で、実はね、ズームっていうのは良くも悪くも喋ってる人を今前面に持ってくるんですよ。なんで、これ僕が喋ってる途中でも他の演者の誰かが喋ると、その人の画面が手前に出てきちゃうんですね。で、それならないようにするためには、まずこのズームのホストの人が画面を固定する必要があるんですよ。画面を固定。僕の顔を、だから誰かが他の人が、合いの手を入れていても僕の顔から外さないっていう、僕のカメラから外さないっていう指定をしなきゃいけないね。これでようやく、僕の画面が映ってますよで、僕はこういうプレゼンができますよっていう風になるわけですよ。だから、まあ、いくつも無理をしてるんですよね。ここで無理をしている。で、これに関して言うと、だから僕は本来ならば今までスムーズにできていた発表者画面を見ずにやっているっていう問題があるんですよね。ってなことになっていますというのが1個目ね。だから今回の話っていうのはそういう状況でやっていてですね、まあ本当になんか今のテレビ会議というかリモート会議のシステムを使ってエンタメやろうっていうのがまず間違えているっちゃそうなんですけど、じゃあエンタメできる装置が揃っているかっていうと、そもそもそれができるような仕組みがないんですよね。で、もっとちゃんとやろうと思ったら、一旦それをミキシングするようなところを間にはめてあげなきゃいけないので、これ録画だったらできるんだけど、あれだと難しいです。だからそのリアルタイムのイベントってなると、オペレーターがいてミキサーがいて、で、みたいなところを、すごいちゃんとやってあげないとこのオペレーションはできないんですよ。っていうことで、僕らみたいな中小のね、小規模の、なんかその発表者というか、イベントやってる人っていうか、まあこういう表現者っていう人たちにとってみるとですね、まあそれを自由にできる時代っていうのはまだまだ来ていないということで、まだこの程度なんですよね。でもやりたいことって、この画面にキーノートを表示して自分が見せたいっていう、たったそれだけのことなんです。ができてないという話です。で、さらに言うとですね、今僕今日ちょっと遅くなったのが何かというと、遅くなってしまったのは実はちょっといろいろやりたかったことがあってですね、もう一個やりたいことがあるんですよ。で、僕がやりたかったのは何かというと、ライブなりなんなりでやりたかったのは、を使ったりして、さらに解決したい問題としては、ここにもう一個画面がありますよと。で、自分がここにいます。で、自分がここにいて喋ってるんですけども、ここに、例えば、文房具を移します。で、ここに自分の手がありますよと。手がありますよと。いうことで、これだねっていうのを見せたかったわけです。要は、喋りながら、こうやって、これがねって、マギルのねって、割りピンマシーンなんですよ。どうやって使うかというとねっていうのを、これを見せたいわけですね。こういうのをやりながら、あるいはこういう図面を描きながら、本当は、リアルな俺が、正面のカメラで映ったリアルな俺が、ここにいてほしいんですよ。こんな画面を作りたいんですよ。ね。だからすごいわかりやすいじゃないですか。っていう画面をこうやって僕がこうやってやりながら、こう手元はこっちで映りながら僕はここで喋ってるのはできるっていうのをやりたいんですね。これは、高価な、システムを組めばできます。だからウェブカメラとして使うための、カメラ、HDMI 出力ができるカメラを何台か用意して、それを、合成するための箱があるんですけど、ブラックマジックって会社が出してる箱を使うか、もしくはそれを、いくつもパソコンに取り込んで、それを、合体させるためには別の方法が必要なわけですけれども、できるだけ簡単でやりたいってなると、だから録画だったらそれはできるんだよね。で、リアルタイムでやろうと思ったら、やっぱそのね、箱がいるんだよね。で、そのミキシングする用の箱に、ケーブルでいくつものカメラをつないで、で、それを、持ってくればできるんだけど、だから今やろうとしてるのって、インカメラ使ったりとか、それからこういうですね、ウェブカメラみたいな、すごい簡単なものでやろうとしてるんで、それがやっぱり結構難しい。で、こうなってるじゃないですか。こんな画面を作りたいんですね。自分と、これ、初画カメラとかよく言われますけども、それをやりたいんですよ。で、これをやろうと思ったら、で、これを僕はどうしたいかっていうと、これを YouTube で、まず YouTube ライブやりたいんですね。やりたいんですよ。で、YouTube ライブでできればこういうの手元の画面か、もしくはここからスイッチで切り替えて、キーノートっていうのができたら最高だなと思ってるんですよ。最高って言ってもよ、やりたいことってはせいぜい手元の画面と、キーノートっていう、その、作ってある画像の紙芝居をこう切り替えたいっていうだけなんですよ。そのぐらいのことがやりたいんですよ。で、それを YouTube ライブで皆さんに、放送したいっていうのをやりたいんですけれども、これをやろうと思ったら、これがですね。です。で、ここはインカメでいけます。いけます。じゃあ、ここに入ってくる、これはリアルタイムのカメラを入れたいんですよね。そうすると、ウェブカメラが入るかっていうと、このは、ウェブカメラは、このインカメラをウェブカメラに変えることはできるけど、でも自分が映るしかない、ここ方法がないんですよね。なので、ここの画面に入れるものの、取り込み方っていうのがしょうがないので、ここに、ですね、まずここにカメラがありますよというところですね。これがウェブカメラ。僕が使っているのは、なんだっけ、ロジクールのカメラなんですけども、ロジクールのこんなカメラがありますよと、こんなカメラですね。このカメラ。このカメラをですね、入れようと思ったんですけども、ここからダイレクトには繋がらない。だからウェブカメラを一旦キャプチャーしなきゃいけないっていうことになっていて、キャプチャーするのが、クイックタイムっていうソフトがあります。っていうのがあります。で、クイックタイムっていう、のでキャプチャーして、ここに自分の、鉛筆触ってる手がありますよと。こうやってなってますよと。で、これをこっちに移しますよってことはできるんですけども、で、このウィンドウを開いておいて、このウィンドウをこっちで共有するっていう形なんですね。っていうことができます。で、これがですね、できるはできるんですけれども、ちょっと欠点としてはフリッカーが入ります。ちょっとちらつくんだよね、画面が。こいつは、この、ウェブカメラのせいなんですけど、で、ここにウェブカメラがあって、ね。ウェブカメラが、これがロジクール。なので、これをロジクールの専用キャプチャーソフトっていうのがあるんですよ。ロジクール。キャプチャーっていうのが、ロジキャプチャーだよ。キャプチャーソフトがあります。で、ここに取り入れることができるんですけども、で、これをこう持ってくるっていう方法もあるなって。で、こいつだとロジクールのキャプチャーはフリッカーを除去できます。これを、消せます。で、フリッカーを消せる代わりに、こいつは画面の向きを固定できないんですよね。自動で変わるんですよ。こう分かりますかね。カメラをちょっと傾けたら、縦横がガクンって変わって、90度横向きとかになったりするんですよ。で、この自動っていうのがくせ者で、手動に戻せない。手動でこっちっていうのができないんです。だから、運が悪いと、ここの画面が、こんなのになっちゃうんですよね。画面がこんな感じです。こうなっていて、鉛筆がこっち向いてて、手がこっちから出てるみたいな、この90度横向いた画面みたいな、縦長画面みたいなのになっちゃったりとかするんですね。で、いやいや、そうじゃなくてっていうのができないんですよ。これ自動っていうのがもうね、デフォルトです。で、もう変えようがないので、これが、だから、まあちょっと、まあ角度をうまく固定してあげて、見える角度、本当は、こう見せたいっていう角度にすると、画面がガクンって横になっちゃう。重力で画面が変わってしまうので、ちょっと画面に制限が出ますっていうことで、これ大きな三角がついちゃいます。で、これはちょっとフリッカーが入るんで、ちっちゃい三角が入ります。ということです。いや、どうするかっていうと、iPhone も使えるよって言われたんですね。これ iPhone。Mac の場合は、この iPhone っていうのを、これを、やっぱりクイックタイムに取り込むことができます。で、こうやって取り込めば iPhone をまるでカメラのように使うことができるんですよ。やった!これいいじゃんって。で、iPhone ね、画質は抜群にいいです。なので、これね、ウェブカメラいろいろ試してるんですけど、ロジクールのカメラも結構ね、安くはないんですけれども、それでもね、iPhone の方が綺麗です。で、できるんだけど、こっちは画面が、これが縦だけです。画面縦。どういうことっていうね。これを横にできない。だからカメラっていうか iPhone を横向きにしても、今度はこっちは画面縦固定です。なんで縦固定なんだと。なので、ここに入ってくる画面っていうのが、できてこうです。なんですよ。いや、そうじゃなくって、横向きにしたいじゃんって言って設定調べてるんですけど、これもしできる人を知ってたら教えてください。でも、多分できないと思うんで。iPhone の画面をそのまま取り込める代わりに、iPhone が横向いてても、画面は縦なんで、もうこの感じなんですよ。だから、iPhone 寝かせても、縦長の画面が変わらないんですよ。なんで、こいつはね、選択肢から除外です。アウトです。ね。っていう感じなんですね。で、もう一個、iPhone から、もうほんといろいろ試したんだけど、iPhone から、これから、アプリがあって、ね、EpocCam っていうのがあって、これで取り込むっていう方法があるんだよね。で、EpocCam っていうアプリは、これは実は、PC とこっちに、同じアプリを入れておいて、ここを連動させるアプリなんですけども、これを使うと、一応そういうなんか画面を取り込んでこっちに持ってこれるっていうのがあるんですけども、こいつがですね、めちゃくちゃ、ほら、めちゃくちゃ不安定です。こいつ不安定なので。あと、にカメラとして認識させられるかっていう問題があって、この間は、前の時はうまくいかなかったんですね。だこれもできないっていう話ですね。な感じです。でも何よりもこいつね、繋がらなかったりする事故が何度も起こったので、こいつはもうちょっと使えないなと思って今外してるんですね。っていう感じです。で、あとは、これができたところからこっちに YouTube に行くか、あとは、これを録画ですね。ね。で、Adobe Premiere で、Premiere Pro で編集して出すっていうのがもう一個のルートですね。っていうのをやりたい。シンプルじゃん?で、ここにこうやって映したいだけなんですよ。で、この映すのと、あとキーノートとかも、まあ切り替えが実は、だとできるので、キーノートの画面と、この画面を、まあ、こっちは、で、こっちもキーノートの画面出せるんですけれども、これはもちろん、なんだっけ、ウィンドウで再生ですね。なので、コントロールできません。コントロールっていうか、発表者ウィンドウが使えません。っていう、すごい不便なキーノートと、あと、ちょっとフリッカーが入るクイックタイムっていう、こいつですね。っていうのを入れて、こっちに出すか、こっちに出すかってやろうと思って、録画は、でも録画できるんで、それで録画しようと思ったんですけど、これで、なんとか繋がって、なんとなく動いてるからいけるかなと思って、録画し始めたら、めっちゃ、カクカクです。完全に処理が追いついてません。処理が追いつかない。状況です。僕が持っているのは、ちなみにですけど、わかる人だったら、まあちょっとあれかもしれませんけれども、よいしょ。MacBookPro の2019年モデルです。でですね、2.3GHz 8コアの、i9 が入ってます。で、メモリは 32GB が入っていて、っていう状況ですね。もちろん SSD には余裕があります。だって SSD8 テラもあるんで1テラ以上空いてる状態ですね。で、な状態で、今のスペックだけでもですね、ちょっとすごい値段のパソコンにはなってるんで、すごい値段っていうかまあ、ノートパソコンとしてはまあまあ高いやつを使ってるわけですよ。新しいものを使っています。で、やっているんですけれども、この状態で、たかだか手元の動画を数分撮ろうと思ったら、もう処理がカクカクで追いつかなくなります。どういうことだって話ですよ。もう。だから、それぐらい画像の処理っていうのが非常に難しいっていうのももちろんあるんだけれども、結局、こんなことをするのにも、もっともっとパワーのあるマシンを使ったりとかして処理を早くしてあげる必要もあるだろうし、あとアプリとしてはもうそもそも見せ方っていうのを考えてないから、そんな見せ方ができませんよって、もうなんてって iPhone からこうやって取り込むときに取り込む方法がありますよってウェブページ調べたら、縦型でしか取り込めませんって書いてあるんですよね。ってこれ横にしてくれたらもうここちょっと一個解決するのにみたいなのが、だからいろんな、なんかね、パズルみたいに、こっちはあれがダメで、こっちはあれがダメで、みたいなことをずっとやってるんですけど、今のところいい方法がなくて、今日本当は、ここに僕がいる予定だったんです。この話をするときに僕はここにいる予定だったんですよ。なんですが、断念したんですよ。正直。これ、イベント終わってからね、このシステム、この繋ぎ方がうまくいかないよねって話をしようと思って、それを、やっぱ、イベントと同じように自分の顔を出した状態でやりたかったんで、やろうと思ったらですね、もうめっちゃうまくいかないんですね。イベントでなんとかできたのはインカメラとキーノートオンリーでやってたからで、手元動画をリアルタイムで入れようって思ったら、もうそこでもうだいぶダメっぽいですね。ということでですね、まあ、僕の扱い方が悪いんだよ、もっと簡単な方法でできるよっていう人には教えてほしいですし、あれなんですけども、大概だから、そんなことをやろうと思ってないんだよね。で、実際やったことのない人が多いと思います。アドバイスとかいただいたりすることもあるんですけども、大体そういう人たちが本当にそういうことで、なんか毎日動画配信してますみたいな人ってほとんどいなくって。それもお手軽にやろうとしてる人がいなくて、もうね、次にアドバイスを聞くと、いや、やるんだったらって言われると、なんかね、こっからさらに、僕の今の状況から言うと、カメラの買い直しから含めて、ガジェットを買って、いろんなことをやって、配線をして全部やってやろうと思うと、こっからさらに、まあ、例えば20万とか30万とかの、投資が必要になる話をしてくれる人はいるんだけど、いや、もうちょっとそれ勘弁してよって思う状況なのね。だって普通に、いいウェブカメラも持ってる、いいマイクもあります。で、インカメラもちゃんとしてるし、iPhone も持ってるし、今こうやってこの程度の動画だったら普通に iPhone だけで撮れてるんですよ。それをちょっとその中に自分を入れようと思った途端に、なんでこんなにめんどくさいことしなきゃいけないのっていう状況があるので、実は、ウェブ上で、なんかね、プレゼンテーション芸をやるっていうのは、もちろんやられてる方いますよ。ちゃんとできている方はいますけれども、そういう人たちはやっぱり、すごい編集に手間をかけていたり、スタッフがすごいいたり、すごい、なんか別の機材、それ専用の機材があったりとか、いろんなことがあると思うんですね。なので、まだまだ道のりは遠いというのが、今日の、お話でした。なので、正直ね、これからなんか、いやだから、で、まあ知ってる人でね、例えばああいうなんていうかな、VR のゴーグルを使って、スマホでできるやつじゃなくて、本当にVR のゴーグルですね、専用のやつね、オキュラスみたいなやつです。ああいう、VR のゴーグルを使って人がみんな集まったところで、フォーラムを開いて、いろんな発表とかをやっていて、イベントをやっているっていう人を、もう、知り合いにいてですね、それはそれで頑張っているんですけれども、それに参加してみたというか、それをちょっと覗き見た感想としてはですね、その集まる仕組みの面白さにみんな今楽しんでるだけで、それ内容じゃないじゃんっていう、見せたいのは研究の内容じゃんとか、そこを本気で理解させようとしたら、それじゃないんじゃないのってちょっと思っちゃうんだよね。中身で感動してほしいんだよね。それに行くためには道具が消えるってよく言うんですけども、道具の存在が消えてくれなきゃいけないんだけれども、今道具の存在がもう本当にもう面倒でしょうがないし、その道具の存在が面白くなってきている、例えばそのバーチャルみたいなところっていうのが、まあ正直内容的に考えたら全く俺的には、やりたいこと大したことないんだよ。大したことないんだけど、それができねえ状況だなっていうのが、ちょっと正直な感想ですというところで、だから、イメージとしてはバックトゥザフューチャーでもう何年も前にですね、だから、35年ぐらい前に、80年代でしょとかなんで、なんか、85年だっけバックトゥザフューチャーは。85年に考えた20年後だから、2005年をイメージしてたわけですよね。その2005年の、テレビ会議で、マーティが、年取ったマーティが、会社の人に怒られているシーンっていうのが出てたんだけど、なんか、シーンの時に出てきたテレビ会議となんだ変わっていないっていうのが、正直、なところで、で、なんかその未来のことに関して、ちょうど平成の間にいろんな技術が発達して、いろんなことができるようになったように見えてるんだけど、実は、この平成の30年で発達したのは、小型化とスピードと、その人が使う使い方が変わっただけなんですね。AI は相変わらず結局シンギュラリティは超えていない。結局のところは意味は理解していないけど便利に使えるようにはなってきましたということで、本質的には意味を理解していないっていうのが AI の弱点で、未だに変わりそうにないっていうこともあるし、 3D の夢っていうのは何度も何度も繰り返しているけれども、結果的には人間 3D じゃなくて違うところで想像力を持って人とつながっているって俺は信じているので、なんかね、今回の 3D 騒ぎも結局なんかうまくいかないような気がしていて、実は本質的に何か足りないところが解決されないと次のフェーズに行けない壁にぶつかってるって俺は思ってるんだよね。なんでそこがね、まだちょっとうまく言えないんだけれども、こう世界とかアバターとかみたいなのでみんなが集まって素敵なネット上にレディプレイヤー1みたいに、この世界はクソだけど、このメガネをかけて入った世界の中では僕は、みんなと楽しく生きていけるんだ、みたいなことができるのかっていうと、いやいや、そんなリアリティまだまだ全然ねえよって、俺は思ってしまうんだよね。で、それは、何か大切なことを本気で伝えようと思った瞬間に役立たずになるっていう。要は、楽しく、その世界自体を楽しんでるうちはいいんですよ。この仕組み自体を面白がっている、ガジェットを面白がってるうちは全然いいんだけど、伝えたい内容をちゃんと伝えたいと思って組み立てて、それをちゃんと表現しようと思って、こう見せたいっていうのを、カチってこう見せたいって思った瞬間に、それはできません、あれはできません、こういうやり方じゃないとダメですみたいなのがわーって降ってくるっていうのが今の状況で、たかたか画面を横にするができないだったりとかっていうことでとかね、そういうすげえシンプルなところで今ぶつかっているので、ここが解決する方がずっと先だろうと思うし、先にやるべきだろうと思うし、こんなことはできて当然って思ってたのが案外難しい。で、それはすごい、実際はすごく技術的にも難しいことかもしれないけれども、そういうことが解決しないと次に行かねえぜっていう風な気がしましたよというですね。まあなんかよくわかんないけど、今日は、いや、まあ言い訳でもないですけれども、そんな中でもちゃんと伝えようとしたことはできたかなとは思っているんですけれども、ただ僕が理想としたというか、これまで10年かけて、リアルなイベントで伝えてきた感じっていうのが、じゃあその、ウェブの中で伝えるためには、じゃあ何かっていうと、やっぱり会議システムっていうのの、その、まあみんながなんか、これでもいいじゃんって言い始めている、そのズーム会議みたいなので、これで十分じゃんって言ってるズーム会議は全然十分じゃねえぞって思ったりしましたよという話です。っていう、なんかあちこちに飛んでますけれども、結局人類はね、空飛ぶ車も作れなかったでしょ。結局はなんか、モーターのパワーとバッテリーの、容量の、更新によって、なんか、これまでのね、ヘリコプターのおもちゃを、大きくしただけのものが飛び回っていて、結局そうだし、なんかね、多分、なんだろうな、その30年ぐらいの間に何一つ本当に新しいものって、まあスマホぐらいしかできなかったんじゃないかな。人を変えるようなもの。っていうのは、実はできていなくて、それを高性能にして、高精度にして、だからスピードをアップして、容量をアップして、みたいなことの解像度を上げてとかいうことがうまくできているかもしれないけど、結局本質的には何も変わってないなっていう風な気がちょっと最近そのしてきていて、だからタブレットのコンピューターがこれから先どっちに行くのかみたいなことについても、なんかこれからちょっと考えていきたいなと思うんだけど、それに関しても同じような、実はなんか本質的に何かが進んだのかっていったところをもう一回考え直さないといけないんじゃないかなって思ったりしましたよということで、いや、本当にその、今やっているリアルなものをただ置き換えるだけの、なんていうのかな、ウェブイベントなんていうのは、これ一番最初だからこれでも許されてると思うんですけれども、こっから先本当に質の高い面白いエンターテインメントみたいなことを考えていこうと思うと、いやー、なかなかしんどいねーなんて思ったりしますということで、ね、まあ、その代わりこんな形ではあるんですけど、こうやって適当にやったものをですね、適当にこうやって iPhone で撮ったものを皆さんに、毎日のように配信できているっていうところに関して言うと、これはね、数と、ね、ね、数とスピードと容量とみたいな、要は単純ななんか進歩の先にあるもので、それだけでも十分すごい価値は出ていて、別次元の面白さっていうのはもちろんできているんだけれども、ね、だからそういうのはうまく利用しながらも行きたいなと思うんですけど、まあまあ自分がやりたいことっていうのに対して非常にシンプルなことがまだできていないところに今日はね、しんどいって思いながら、やっていましたよということで、まあ全然まとまっていませんが、まとまらなくても深夜便なので勘弁してくださいというのがいつものお話ですということで、まあ長いことお付き合いありがとうございました。今日はね、そんなことをぐずぐずと思いながら、終わった後でですね、しばらくはもう本当に疲れて寝てたんですけれども、その後でぐずぐず思っていたお話はこんなことでした。ということで、今日はそういうお話でした。以上です。皆さんおやすみなさい。